カブトニオイガメは、ドロガメかニオイガメ属に分類されるカメ。模式標本の産地は、ニューオーリンズ周辺。アメリカ合衆国際大高長16センチメートルと、ニオイガメ属最大種。メスよりもオスの方がやや大型になる。背校は、上から見ると俵型。C カンパンやアバラカンパンの後部が、その後ろにあるカンパンの全部と重なる。C カンパンには、 筋状の盛り上がりが非常に発達する。種商名コリノタスは赤量のあるのいで、英名はカミソリのような背中の胃。後部縁甲板の外縁は弱くのこぎり状に尖るか、突起が消失しなめいらか。廃坑の色彩はオレンジ色や明褐色で、放射状に暗褐色の筋模様が入る。加齢に伴い色彩は暗くなり、暗色斑は不明瞭になる。 復興には喉乾板がない。復興の色彩は黄色や高褐色一色。頭部は大型だが、大型個体ではさらに頭部が巨大化することもある。卵は、長径2.4から3 3センチメートル、短径1.4から1 8センチメートルの楕円型で、硬い殻で覆われる。孵化直後の容体は、高長2.3から3 1セントル。容体は、 C カンパンやアバラカンパンの重なる部分が大きく、円カンパンの突起がより明瞭。また体色が鮮やかで、暗色斑が明瞭。オスはメスに比べ、肺校が扁平で細長い。低質が泥や砂、腐食質などのように柔らかく、水生植物が繁茂する、流れの緩やかな河川や地層などに生息する。白明白母性。夏季に気温が高いは夜間に活動したり、 水深の深い場所に潜りあまり活動しなくなる。逆に気温が低い時は中高性傾向が強くなり、族内でも日光浴も行うことが多くなる。これは高高が高く体温を上昇させるのに時間がかかるためと考えられている。冬季には水辺の横穴や水中の倒木や堆積物の中などで冬眠するが、分布域南部の個体群は周年活動する。 食生は動物食の強い雑食で魚類、昆虫、甲殻類、貝類、両生類、動物の死骸、藻類などを食べる。繁殖形態は卵生。繁殖期になるとオスは相配泄区周囲の匂いを嗅いで死有を確認し、メスに対しては体側面に粉担をすりつけて求愛する。またメスに噛みついて動きを止めようとしたり、周囲を徘徊する。 メスがオスを受け入れると、メスの上に乗り交尾する。4から6月に1回に1から6個の卵を年に1から2回に分けて産む。卵は100から139日で孵化する。オスは、校長10から1 2ンチメートル、メスは校長1 0トルで、生成熟する。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。野生個体。 飼育か繁殖個体ともに流通する。アクアテラリウムで飼育される。族内でも日光浴を行うことが多いため、陸上を設けると日光浴も行う個体もいる。屋内で飼育する場合は、局所的で水に強い暖房器具などを陸上や斜瀬に照射し体温を上げることのできる環境を作る。野生個体は餌付きにくい個体もいるが、飼育下では人工飼料や 乾燥資料に絵付く個体が多い。族内でも性質が荒く協調性に欠けるため、基本的には単独で飼育する。ありがとうございます。